KN-02 は朝鮮民主主義人民共和国で開発された短距離弾道ミサイルである。KN-02 とはアメリカ合衆国が付けたコードネームであり、独査とも呼ばれている。北朝鮮での呼び名は判明していない。このミサイルは旧ソ連製の短距離弾道ミサイル OTR-21 等治下を北朝鮮が独自改良したものとなっており、 移動式発射車両を用いた道路移動型短距離弾道ミサイルである。KN-02 は2007年4月25日の朝鮮人民軍の創立から75周年記念の軍事パレードで初めて一般に公開された。KN-02 は一段式の道路移動型短距離弾道ミサイルであり、全長6.4メートルで直径は65センチメートルで、 重量は2トン程度と考えられている。射程距離は初期配備型で100から1 2 0トルその後に射程を徐々に延伸させ、2013年までで1 6 0トルまで延伸させたと考えられている。セップは誘導装置に完成誘導と目標称号レーダーを組み合わせたものとされ、100から1 6 0ル程度と推測されており、命中精度は高い。 搭載可能な弾頭重量は5 0 0ラム程度である。ロケットモータとしては固体燃料を採用している。よって従来のスカッド短距離弾道ミサイルが発射に30分以上必要であったものが5分程度で発射することが可能とされ、移動式発射車両と組み合わせると速応性は極めて高い。弾頭はペイロードに合わせて高性能爆薬、各 生物化学兵器が選択可能である。戦術弾道ミサイルとして運用が想定されるため、多数の小爆弾を搭載した運用もあるだろうと想定されている。 h t t p m y s s i l e t h r e a t c o m m i s ス i l e s k n シュ h t t p w w w n i c k e y c o m a r t i c l e d t g x n a s g m 1 5 0 7 v 1 0 c 1 3 a 3 f f 1 0 0 0ありがとうございます。